今日なんですけれども、ビアンシーコントロールを使っていこうかなと思います。このデッキ先日行われたリージョナルトロントの方で複数人の方が使用されたデッキなのですが、まずディアンシーですね。特性プリンセスガーデンによって、このポケモンがバトル場にいるとベンチの種ポケモンが相手のサポートから効果を受けないということで、ボスから狙われないということで、ディアンシー前で時間を稼いでる間にジュラルドン VMAX だったりアローラルコン V スター高リップを育成して、相手によって出すポケモンを変えて攻撃していくというデッキですね。例えばルギア相手にはジュラルドン VMAX、 サーナイトやリザードン相手にはアローラルコン、ミライドン相手には高リップ、ダメージが200以下の相手に対してはミュウツー V ニオンだったりで殴っていくというふうなデッキですね。というわけで対戦に行きましょう。なんか2面回復することないしね、サワロ。1面だけでいいから、まあいいと思うわ。先行は取れるんだが、今日めちゃ、今日先行率やばいな。7割8割ありそう。でも勝てない、俺が弱い。いいね、いいのか、果たして、果たして本当にいいのか、疑問ではある。わからんて。ミュウ、ルギアかミライドン、ルギアかミライドンかサーナイト、全部あるやん。全部違うんだよな。ルギアはジュラルドンで、サーナイトは、アロコンで、ミライドンはコーリッポなんだよ。ちょっと待ってよ。まあじゃあディアンシーだけ出す。逆か、これでディアンシー出すか。うん、一旦ね。でネストで、まあアロコンでも何でも出せますよって盤面整えておいて終わりと。ルギアですね、 OK です。本当にもうミュウだけだから、でバキュームなんて入ってねえから、これはジュラルドン出して、あれ一撃なんだっけ、巻物貼ってミュウだけ倒して、そうしよう。きたねー、負ける気しない、もうすでに負ける気しないわ。すげえこのデッキマジで。そう、巻物を探す旅、その通り。巻物引いてエネルギー貼れたら進化するか、ボス打たれてもいいよっつって。何でもがキモいから、やっぱりハットガンといかんしね。なんで一撃エネなんだろうな。投影とかでも良さそうだけど、一撃エネである理由は何かあんのかな。まあ、なんかあるんだろうけど、ちょっと俺には分からんわ。まだまだこれで気に分からんで、ミネが2枚入ったらそれはもうきぶち切れる。切れ散らかす、切れ散らかせば OK。 なんで逃げる、まあ、逃げるんだ。得体が分かんないから逃げるってこと。お守り、まあ、天才かよ。お守りだって、ジュラルドンの技って220だよね。でもあれって素点10ないっけ、あの巻物。あの巻物素点10あった気がするけど。素点10あるよね。230出るんだよ、一応。まあ、そのうちわかるか、多分。そのうちわかってくれ。ジュラルドン、ジュラルドン、これ音も出しとく、さすがに。まあまあまあ、ヘビボーか。探そう。シャクヤは1枚ある。ヘビボーはある。巻物ある。一撃ある、オッケー。ニコ玉張って殴るかもしれん。ダブル、相手のダブルターボケアか。キモ、相手のダブルターボケアはマジでキモい。頭良すぎだろ、これ。結構出す。1、2、3、4、5、6。ダメじゃね？ドローしたいけど、3回倒されるまでに育成できるかな。どっかで乙女ボタンすればいいから、まあ、ディアンシの方がいいか。これでいいや。そっか、相手のダブルターボケアか。すげえ。マジすげえな。頭どうなってる？これ褒め言葉で、マジで。なんじゃもちょっとキモいけど、まあいいか。そのまま、いや、ちょっとだけキモいな。まあジュラルドン持ってきても、スパイクドロール色と、あ、スパイクドロールの卓があったか。確かに。それはあるかも。オッケーオッケー。2分の1で持ってこれる。持ってこれなかったら切れ散らかす。一旦切れ散らかそう。一旦切れ散らかしてから考える。まあ、ロトムこれ倒されないから、現状。ディアンシーが最後倒された後にボタンでロトムバックすればオッケーだから、オケマル水産なんで。すげえな。相手のダブルターボケアしてる。何事すぎない、マジで。よ、お前も思いついたな。ダブルターボ、ダブルターボはケアできんのか。ダブルターボ、ダブルターボお守りはケアできんか。まあ、そんなことしてこんしな。ダブルターボ、ダブルターボお守りは、180だから、一撃つけて、ああ、そうだね。まあまあ、そんなことせんからな。普通に考え、ダブルターボプラス1枚だから。まあ、お守り、まずお守りケアしてるしな。お守りケアしてる時点ですごいけど。あ、バキューム読めよりはお守り入ってるもんな。オッケー。あー、違う。いや、切れねえ、これ。これ切れないから、博士撃てない。いや、シャックヤじゃなくて、島星もトラッシュいっちゃってるし、相手2パンできない。え、180って2パンできるくないっけ？できないっけ？俺の算数が間違ってるのかもしれん。ちょっとマジ、ヘビボボ。いや、まだギリ間に合うけど、一撃ね、貼れんからさ、ネジキ間に合わんのよね。そう。まあ、どっからネジキ使ってもいいから、反応が整えばね。反応が整えばネジキ使ってもいいけど、月光が出して。めっちゃ月光が出して、これ。いや、撃てんな。一撃前も引いちゃったから、より撃てんな。ちょっと、間に合ってくれ、頼む。間に合って。ヘビボ、ヘビボ。あ、まあ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 。一旦やばい、まあまあやばい。ダブタダブタお守りは一応コックルずらせる。キモ。ダブタダブタお守りもコックルずらせる。必要ねえ、その情報。必要か。やまびこ入ってないから、どっかでロット引いても間に合うんだけど。まあ、これ、ちなみに火がなんか結構強い。
ネジ機はね、これワンチャン使うんだよな。ネジ機は使う。全然使う。山混ぜで飛ぶ。あー、そっちの方がいい、もしかして。尺が2分の1だからさ、ヘビオの確率上げた方が俺好き、いいと思うんだけど。どう思う？それもまた諸説？まあ、一撃にいる。あ、でも、ここいらんな。あー、石オッケー。これ間に合ってるな、多分な。であれば、石偉すぎん石偉すぎた。いらない。これ勝ったってこと？おもろバリおもろいな、これ。最高じゃん。どうするバキューム飛んできたら。バキューム飛んできたらバカ笑うけど、普通に。エリゴから。まあ、入ってねえよな、普通に考えてな。オッケー。え、すごすぎこれ、マジで。すごすぎるんだが。キャンコロ。それおもろいからあり。採用で。それ、採用で。最後のディアンシー倒されてるともに、バック打つか。テーブル貼っとく。あー、テーブル貼っといていいか、確かに。貼っとこう。次貼ろう。これ別にさ、次進化してもいい？ルギアスイーパー入ってる。入ってねえよ。お前、どこの世界線で生きてんの？入ってたらこの敵成り立ってないから。沖縄だから、お前、沖縄だからネタ回ってんじゃねえのか？入ってねえよ、普通は。普通を学んだ方がいい、お前は。うん、これだってさ、先殴りされてもさ、別にいいもんな。先殴りされていいから先進化しとくか。だったら別にここでロトムバックしてもいいけど。まあ、どうせ倒してくるからいいか。神殿入ってる。あい、え、なんで？あ、わかるのこれ。見えた神殿。神殿もなかなか入ってないけどな。なんでもいいな。マジで。マジなんでもいいな。どうせも殴れないから、いらなくて。魔物いらないから、きっといて。ん？あ、あった。めちゃくちゃミュウツーに見えるこいつ、このジュラルドン。手札流される前にバック。あ、そうだね。それでもいいか。相手が殴ってきたらな、こっち殴り返せるもんな、先にな。せやな。え、おもろ。勝ったやん。勝ちました。あ、どうしよう。いる。エルダーもどうしたか強えから。まあこれそもそもミュウから殴ってきたら殴り、全部殴り切れるんだけど、そもそもね。そもそも殴り切れるんだけど。いいねえ。おい、先殴ってこいよ、お前。先殴りされてもこっち殴れるから。関係ないんだわ。良すぎる。ジュラルドン良すぎると話題になってる。コック戻さないと。あ、ダブルターボ、ダブルターボケア。マジ？ダブルターボ、ダブルターボケアか。なくはないな。な、これ自分から殴れないんで。待ちますか、相手が殴ってくるまで。コック戻しとくじゃあ。先に戻しとくか、一応。ループするパーツと、何が必要これ。全部必要じゃないけどな、別に。何も必要ないけど。まあ、じゃあいいか、これで。V ガード貼っとく？あ、これ50出るやんこれ50出るやん、そうか。そうか、出るんか、一応。忘れてたわ。一応殴れるか。せやな。ごめん、なんか殴れないと思ってた。そっか、素点もある上に、一撃で2個入ってるから、一応ダメージ出るんか。超おもろいやん。やまびこケアでアロコン戻せ。あ、させん。次戻します。ね、やまびこの幕もまあまあないからな、普通はね。ミュウ殴り返せんの、あっつ、これ。え、なんかしましたか？え、なんかした？気づかんかったな。なんかしたんかな？じゃあ一応戻しといて。50刻む。お前なんで、あ、こいつ、ドラゴンタイプか。一撃でがさ、めちゃくちゃトータイプっぽいから。そうかなと思ったけど、お前ドラゴンタイプだわ。そうかそうか。キバラのお気に入りポケモンだもんな、こいつな。どうしました？まあ、殴り身はないと。まあ、殴ろう。早めに。ミュウ2枚あってもコックで何度かなるんか、一応。理論上は。コック使っちゃったら倒せないか。220だから、220入っていけるか。あは、お前何 ?L をするつもり？こっち。山札無限に増やせますけど、どうすか？君だってあれじゃないっしょ？一撃じゃないじゃん。一撃はさ、山掘るカード入ってるけど。君は山掘るカード入ってます？入ってないっすよね。じゃあ勝ちだ。だからバンギそこが強えんだよな。山掘れんだよな、あいつ。地味に。マジで偉い、あいつ。やばすぎ。ちょ、殴り切れるコントロール。まあ、これコントロールというかわからんけど。ほんとね。それがいいんだよな。殴れるのがいいわ。エモい。エモいって言葉使いたくないけど。いいねボタン押した。なるほどね。だからエネルギー3枚払んと本当はアロコンを、あ、じゃあミュウをケアできんかったのを、一撃エネと、この、なんだっけ、巻物を貼ることによって、エネルギー1枚で済むと。はぁ、すごいね。レントラ、効かないね。あれ効くと思ってます？効くと思いですか。山札も増やせないっすよ、残念ながら。こっちとて。ね、無限にあるんで、山。まあ、一応島星裏が出たりした日にはちょっとね。ちょっとやばいかもしれんけど。まあまあまあ。まだね、たくさん期待値あるんで、期待値というか。思考回数まだ稼げるんで、山を増やすね。はい、最高。で、これ、リザはどうすんだっけ？リザはアロコン？リザ遠定、リザだからアロコンか。なるほど。まあ、雪道あったら負けか。まあ、割り切りは大事やな、やっぱりな。おー、びっくりした。ミュウじゃなかった。ミュウじゃないんかい。チャーム入ってんのにもったいねえな。まあ、こっちね、一撃で2枚入ってるんで、倒せるんですけど。そう、V ガード貼るんだったら確かに L 落としのプランは成立するよな。ちょっと相手一貫性がないよな。まあ、P にあるんですけど、言うて。
あ、最高っすね。最高のカードやな。確かに全対面、まあ、ギラティナはちょっと割り切っちゃってるけど、ギラティナ以外全部勝てるな。言われてみれば。お前さ、なんでミル殴らん？巻物貼ったから。え、見せなかったら巻物カウンターみんなに。まあ、分かるか、こうか。そう、ミュウが技コピーできるから、ジュラルドンのこいつの技、実は相手の効果を貫通するんだよ。だからジュラルドンのこのスカイクレイパーを貫通しながら殴ってくるんだけど、返しにあの巻物のカウンター効果発動して殴り切れるっていう。わかる？わかるか、わかってくれ。頼む。すげえ美しい。コントロールって美しいな。これド発電っていうの？そうなの？ド発電だ、ほんとだ。すげえ名前してんな。まあ打ったるか。じゃあせっかくだし。賢いな。俺が賢いわけではないんだよな。これ作ったやつが賢いんだよな。さらにミュウエクス入ってたら終わり？あー、それはちょっときついな、多分。多分きついと思う。アラコンじゃワンパンできんし、そうなんじゃないかな、多分な。ちょっと暇だから打つか。エリカケアしよう。ケアしきれねえ。いや、アラコンの技も貫通だからさ。アラコンの技貫通じゃなくてよかったのにな。ミュウからパクられるんだよな。嫌な話だわ。せめてワンパンできたらな。全然足りてんだよな。殴らんねえ。いや、エルフは無理だって。なんでエルをいける？確かに俺、ボス入ってない。これだけボス入ってないから。いや、そのプランは通らなくはないけど、残念だね。いや、君、勘はいい。かなり。センスはある。センスはあるというか、うん。分かってはいるけど、この手帳は、島星とエルダンを戻さんといかんから、まだ打ちません。音キモ？なんか、音の、音程下がらんかった、今。ドゥーンになったよな。さっきもっと音高かったのに。でもね、上位コーチ確かミュー入ってんだよね、サーナイトに。そうそうそう。やだよな。音引く、まあ、ランジャマも入ってないから、そう、山回復する手段がそれしかないんだけど、まあ、島星で4連続裏出さない限りは耐えてるかな。うん、耐えてるはず。4連続裏じゃなければなんとかなってます。カガーマ入ってたら、でもあい、そしたらこっちが無限に裏出さない限りはどっかで耐えてるから、無限裏編始まると結構やばいけど。島星どこ？島星どこ？ラスト山これ。じゃあもう一旦待つか。いや、1表でいいけどな。できたら2表が嬉しいけど、理想は。理想は2表だが。手帳とエルダ戻す。あ、まあまあ、十分十分。手帳を戻して。で、これでまだ試行回数めっちゃ稼げるんで、これ1回で。まあ、戻すのは、エルダンと島星だね。で、できたら島星から引きたいから、島星上になってほしいんだけど、そう、島星の試行回数を無限に稼ぎたいんだよね。理想は。まあ、島星から打ちたいから、エルダンから引いたら待つかな。うん、さすがに待つか。エルダンは島星を回収せんと、試行回数を稼げないから。そうそうそう。そっちからか。打ってもしゃあないもんね。まあ、ニューラが出たら適当に戻せばいいから、一旦殴るか。ちょっとまずいな、これ。ちょっとまずい。できたら島星、エルダンって打ちたかったな、今のは。手帳を使う前にエルダンを使いたかった。この順番大事。まあ、一応表で十分。ニューラは勘弁してほしいけど。勘弁してほしいな。これ勘弁してほしいな。ちょっと。入れ替えないからさ、エレキ殴れないんだわ。ジェット入ってねえからさ。あ、ダブタつけて一応逃げれるんか、これ。なるほどね。暇だったらダブタ戻せばいいんか。理解した。何でも入ってない。これだから一応次、裏裏だったら負け。4分の1で負け。25パーで負けてる。一応。一回島星打って。あ、違うこれ。これ突風が島星じゃなかったらさ、エルダン打てんやん。キモすぎるやろこれ。ちょっと待って、島星だってほしいんだけど。これエルダン打つしかないの？え、じゃあ2分の1で負けやんこれ。ちょっと待ってよ。え、これそうなってるよな。いや、まあエンドでいいか。殴る意味もねえわ。意味は なくはないけど。いやー、4分の1負け、キモすぎる。いや、トレッキング打ってもさ、山は同じだから意味ないんだよね。次打つか今打つかの2択でしかない。待ってよ、これ山増やせるか、もしかして。相手6枚でしょ。6枚より増えればいいんでしょ。これエルダンからあれだったかもな。123。いや、意味ないか。結局しま、手帳戻せんとこっちの方が山少ないか。あ、てか、エネ手張りして逃げればよかったんじゃん、エレキで。そうか。エネ手張り手張り手張りで逃げればいいんか。え、じゃあ足りてるくらい、これ。もしかして。間に合ってる？エレキ前1回出していけるもんな。間に合ってるもんな。いや、これ4分の1ぐらいやばすぎるからこっちから入るか。ちょっとやばすぎるわ、さすがに。じゃあさっき言っとけって話なんだけど、まあ、一回置いといて、それは。一旦ぐっと こらえてもろて。はい。山分け系とかどうでもいいから。そうかそうかそうか。貼っておいてよかったんだな。サイド2だからなせる技だね、これね。エレキ一回挟めるっていう。だここで、島星裏が出たら、エレキが殴らんといかんくなる。あぶねえ。あ、多分これ耐えてるんじゃないかな。これでエールダン戻せるから、山めっちゃ増えて相手より多いから、これ勝ちですね。あっぶな。
なんじゃ持ってきたら殴り切れるからさすがに。どっちもあるもんね。はい、完璧。こっちの方が山多いよ。そうか、それでよかったんか。エレキ使うタクがあったのね。それ気づかんかったわ。一応エネルギー2枚残しておきたいから、まあもう1枚貼っといて。ありすぎやろ。これであれだね、この一撃連を全部残したままエレキが殴れるわ。まだやる、お前負けだよ。もう負けだよ、諦めろ。ようやるわ、本当に本当にようやるわ。オッケー。エレキで殴るタク考えてなかったわ。一切考えてなかった。そうか、サイドが残り2だからそれができるんだな。いいっすね。ちょ、サナーじゃないな。なんだろう、なんでもいいや。ルギア以外だったらなんでもいい。なんでもよくない。あれだね、ジュラルドン以外使いたいね。ジュラルドンはもうさっき使ったんで、長々と20分30分使ったんで、弱い。ちょっと弱いっすね。気持ち。だからこれエレキ入ってる可能性あるよな。一回、山がなくなりそうな時にエレキで山戻せるからってタクの可能性もあるな、これな、もしかしたら。おもろすぎるやろ。オッケー、これはアロコンなんですが、ちょっと反応がやばい。これはなんだ？ナベメットっている？いらねえな。まあ、アロコンか。アロコンなんだけど、ハンドが弱すぎるんで、まあ、トリマロトム？月光河でもいいけど、月光河の方が嬉しいか。ないか。アロコンはある。上は？上がないのか。上ないか。尺や了解。一撃狙い。いや、月光河の受けだったから、ね、持っといた今。月光河で何枚エネ切ってもいいから。水エネが2枚、ダブルタバが1枚。月光河がないから、ヘビボとアロコン、ヘビボで月光河持ってきて、シャクヤで上持ってこんといかん。シャクヤが1枚しかない。なるほど、了解です。まあまだ倒されないからね、張んなくてもいいけど、一応ね切って逃げれるから、ディアンシー前一枚だけ貼っとくかな。これぐらい張る意味はない。どうせ技打たないから、ドローするしか脳がねえから。エレクトロマジカルソナーみたいなやつを打つよりかはロトムで引いた方が早い。博士、オッケーオッケー。ロストだったら困るな。まあ、でもこれ使ってるってことは多分ロストじゃないと思う。ロストはね、割とこれ使わないんだよね。確か。これ使うのはペパーかリファイン。リファインもこれ使わないイメージあるけど。これプロモだよね。これいいよな。2N40。一回も技使ったことないけど。まあ、プロモだからいい。いや、プロモマークがやっぱ大事なんだよ。プロモ中は。プロモ中ってことも懐かしいな。1000年ぶりに走ったわ。なんでだよね、お前。キモいな。なんで？ねえ、闇ラミキモいけど、闇入ってない可能性ある。水根入ってるから闇ラミ入ってるわ。アルセも特性持ってるから大丈夫、一応。あれ、特性消えるんだっけ、あれ。ミュウツー、リザードン進化させに目埋めたらミュウツーでいけるんだけど、炎は入ってる。なんかロスト多いな。あ、V はめんどくさい、確かに。V はちょっとめんどくさい。いや、水入ってるってことは入ってんだよな。闇波が。水が入ってなくてジェットだけだったら、多分雪道も入ってなくて勝てるんだけど、まあ、これ闇波入ってるんで負けっすかね。あ、違う、闇波が1だったらロストシーでしょればいけるわ。闇波1の可能性ありけり。うん、だったらいける。だったらいけると思います。多分。まあ、2以上あったら知らん。次だって月光河っしょ。でも、ミラゲン、たくさん入ってねえし。ねえ。ねえってなんだよ。手張りは、ロット。コックで頑張れ。確かにコックで頑張れるわ。大体水ダブルターボだけど、ダブルターボ引くのがむずいから。マルチエネルギー1枚戻すか。これはでも、貼っとくべき。一旦戻るだけはマジでありだった。月光河オッケー。そうだよね。これね、キモいんだよな。結構めんどくさい。サラダの36回復できる。いや別に、アロコンしか回復するつもりないからな。まあ、エルダン切らないか。そうか。まあこれでいいかな。ちょ、面がすごいけど。まあこんなもんでしょ。シャクが引かんといけないのちょっとめんどくさいけど。まあ、月光河も言うて1回か2回しか使えない。いや、1回も使えないと思うけどな。2枚切ってるし。ミラゲがね、2しか入ってないはずだから。まあ、ちょたくさん入ってたら知らんけど。ちょっと面が多い。面が多くはある。面食いではあるんだけど。あ、エレキ前ってこと？あ、エレキ前はありかもな、確かに。エレキ前ありかも。なるほどね。そういうことか。そうか、エレキ邪魔やな。エレキ相当邪魔やな。うん、それでいこう。邪魔すぎる。まあ、次、ここ倒されることはねえから。わかっちゃった、もちろん。ありがとうな。ありがとうね。いらない。あ、ワンチャン使えるけど。まあ、あって。あー、なるほどね。手帳は、山がなくなることはないけど、一応エルダンと、あ、ボタンかな。エルダンボタンかな。ライハン、いらんな。どうせね、貼れると思う。間に合うと思う。3面揃った。シャクが引かんとダメなんだよな、結局これ。まあ、あれだけ打ってきたらディアンシー前でいいか。まあ、月光が前でもいいけど、一応ここでボスリザードン180飛んできたら負けなんだよな。待って、それされるやん。そしたらまあボタン打つしかないんだけど、ボタン引けるかな。まあ、靴2枚あるし引けるか。いやー、そのタクやな。いや、前殴りだったら別にいいんだけど、多分ボスだから。いや、ギリ耐えてんの偉いな、これな。ボタンで一応間に合いそうだから。闇波が一応出てこなかったけど、まあ倒した後に出てくるもんだから大体。
水、水戻し。月光が狙ってますね。いや、水戻さない。水2枚だからこれ多分月光が狙ってないわ。確か。確かそうだったはず。ちょっと。ボタン打っても結局100や打たんといかんのよな。めんどくせえ。まあそっか、アロコンに石張ってもいいから言うていけるか。オッケーオッケーオッケー。であれば十分。まあ穴だけ打たれたら月光構えかな。いや、どうだ？本当に月光構えか。もうドローしない？いや、しそうだけどな、これ。まだ結構いらないエネルギーあるし。まあ殴るんだったらまあ、お、まあ、穴抜けやん、やっぱり。まあ、じゃあ月光かな。今何枚 ?7 枚。これで8枚目か。闇闇1枚ロスト送ってくんねえかな。穴抜け。これ、ウーだったら面白いけど。念のため？いや、まあ一応アクラマ撃たれたし。そうだよな。いや、そうだよな。膝じゃないの偉いな。いや、次のターンボスでしょ？いや、次のターンボス耐えてんだよ。1耐えてるから。あ、偉い。あー、これ持っとくかな。殴りやすすぎるな。これはいる。で、シャクヤ撃ちたいんだけど。コックもな、コックいるんだよな、微妙に。まあ、でもそれどころじゃないか。闇闇ケアで微妙にいるけど、それどころじゃないんで。いやー、ボタン使っときて、これ。でもさ、リザードンを殴られてきた時にバックセントいかんから、さすがに弱いんだよな、これボタン使っとくの。そう、リザレボス殴ってきた時に使わないといけないから、まあ、一旦待つか。ネジキディアンシーに変えれる？あ、エレキディアンシーに変えるか、これ。エレキディアンシー替え。ダメ感残ったまんまだもんね、これね。うん、月光が死んじゃうから、それでいいかな。暇だし。よいしょ。おしゃれー。終わりで。オッケーオッケーオッケー、引いた。これ2分の1なんだよな、ちなみに。これ、あの、シャクヤがもう1枚あるから、その、どっちか引きゃいい、最悪。リザか、シャクヤ引けば確定だから。リザか違う。あれね、アロコンかね。アロコンかシャクヤ引けばオッケー。アメリザ。ロストシー2回貼れないんだよな、これ。闇闇1枚だったら多分勝てるんだけど、2枚、まああるよな、さすがに。1枚なわけないよな。え、どうだでも。意外と1だったり 1000？ だからヌメレゴンはね、1の構築が多いんだよ。海外環境は。で、ボスは多分飛んでくる、さすがに。さすがに飛んでくると思う。だよね、OK。それは、予知していたんで大丈夫です。まあ OK で、さすがにこうなったら、ここバックで、ディアンシー前かな。倒されて、ボタン。ロトムにボタンできるかどうかめっちゃ怪しいな、これ。できるかな、まあ、できるか。相手のスタジアムは多分ボールタウンのはず。引いてもいいけど、ちょ、山なくなるの怖いな。欲しいカード多いけど。うん、ロトムもちょっと怪しいまである。120だから殴り切れるんだよな。いや、必要だから全部揃ってるもんね。シャクヤと。あ、ボタンが一応ないけど、V ガードは持っといてロトムで引くか。これが多分ラストのドローになりそう。これ以上引かない。あ、OK、OK、スタジアムはね、見えてないんだよね、ちなみに。で、バキュームも入ってるから、まあ多分、張り返されはする確定で。闇闇1だったら耐えてる。耐えてるというかまあ、楽。2枚以上あるとちょっと知らないって感じやな。まあ次のターンあたりにボタン使って殴り始めた方がいいのかな。いやまあ一体シャクヤの機嫌次第ではあるんだけどこれ。おお、まあミュウツーがいらない。まあ次の次か。終わり。いや次殴り始めてどっかでボタンでロトムバックすればいい？闇闇コック。闇闇って一応2パン耐えるんだよな。3回。しか3回じゃないと倒されないから、まあまあまあ、なんとかなってそう。あ、そう。ロストシティ、島干し戻しもなくはないから、あり得るな。ほう。なんか気が変わった？ここで闇波飛ばされないのめっちゃでかいわ、本当に。穴抜けもケアできてるし、えらい。ここで目埋められてなかったらまずかった。闇波から1回アロコンに先に殴られて、先に殴りやな。ちょっとキモかった気がする。2パンされるっけ？あ、240じゃん !240 だわ !260 だと思ってた。ちょっと待って。やばい、めっちゃ話変わってきた。話めっちゃ変わってきたんだけど。ちょっと、男子。もうこれ、このターンボタン打たんといかんくね。無理なんだけど、打てないんだけど。ちょっと待って。これ穴抜けあったら負け？待って、まずい。いや、ボスロトムで負けやな。穴抜けボスはもう割り切って、一回ディアン姉妹ロトムバックしてエンドしかない、これ。マジかよ。穴抜けケアできない。いや、穴抜けケアできない、これ。マジかよ。聞いてねー。これただ、何ジャムもきついしな、ちなみに。何ジャムめっちゃきついんだけど。いや、穴抜けボスリザ。穴抜けボスリザ負けやな、これ。ちょ、シャクヤ当ててくれよ、マジで。なんで当てないんだよ。マジ？いや、もう山彦は負けでいいから。山彦は負けでいいから、これでエンドか。マジか。ちょっと運が悪かったな。オッケー、耐えた。じゃあワンチャンあるな。じゃあワンチャンある。何戻そう。コックと一応ボタン戻すか。やべ、1日差みたいよね、俺ね。1日差みたいよね。仕事見てないもんね。間違ってたら怖。危ねえ。屋根から戻して。手帳で、なんだっけ、こことここか。
待って、そもそもこれさ、ケアできてなくね。あ、ジュラルドンあるからなんとも言えんな。ジュラルドンやまびかどうしようもねえけど。まあ、エルダンで戻せばいいかどっかね。あ、待って、こう石張って、バキューン撃たれるけど、一旦は耐えるけど、まあ、そうだね。いや、ゼロになって殴り出さんといかんかったんだけど、まあ、しゃあないよな。今から殴るしかねえもんな、これ。月光構えでエンド、まあ、ボスで負けてるから。まあ、ちょっと目、ちょっと早く展開できんかったら俺が悪いな。うん、そりゃそう。そりゃそうって感じ。あ、適当に取っちゃった。まあいいか。欲しいからないし。コックとボタンどっちも打てないのキモい、これ。いや、無理か、これ。いやー、ちょっとダメか。面ゼロにしてからか。でもさ、穴抜けのケアもあるからさ、難しくない？面ゼロから殴れって。めっちゃむずいよな。どうすればよかったん？わからんのやけど。穴抜け意外と苦手だから、なんだかんだいけてると思いたいんだけど。いけてくんねえかな。倒してくれた。ラッキー。倒してくれたんだけど。めっちゃラッキーじゃん。やまびこあんのかな。やまびこあったらまあどうせ負けてるから。まあどうでもいいんだけど、別に。全部戻せないからさ。え、これ倒したってなくね次。ラッキーなこともあるもんだな。1、2、3。一旦殴ろう。いや、ワンチャンある、ワンチャンある。全然ワンチャンある。まあそもそもペパーリザだったらな、簡単なんだよな。そう、穴だけ1しかないし、ボスしか入ってないから。余裕なんだわ。闇闇ないんすか？オッケー。そうだよ、闇闇割と1だよな。そうだよ、1の可能性あると思ったんだよ。ないもんな、それ。それ取ってるってことは。やまびこボスある？じゃあ負けや。じゃあ負けだけど、なかったら勝ち。普通のリザードは多分ね、有利だと思う。このロストは闇闇と穴抜けが盾のせいで、ワンチャンまずいけど。あ、これ耐えたっしょ、マジで。でっか。そうでかいやん。ラッキーすぎる。ラッキースケベすぎるんごねー。お疲れ。どうした？なんか、しましたか？まあまだいいや。気持ちよ。でもないもんな、多分な。さっきだってここで闇闇ないってことは、ないはずだから。勝ったってことでいいっすか。ゆきみちゃんって入ってないもんね、ロストにな。わかるわかる。まあロストリザも勝ててしまうと。ペパーリザは多分有利だけど、ロストリザ、多分ちょっとビフリではあるけど、勝てはしますよと。これ山なくなりそうだから、相手もなくなりそうだな。ってか、そう、人影殴りはあるな。人影殴りはあるけど、人影殴りしかない相手は多分、闇闇がないんだったら。次の闇闇どうしようもねえな。言われてみれば。その通りや。シューズ戻しか。でも山なくなる可能性があるから、できたら手帳戻したいんだよな。ロストシティ回収するため？でバキュームで割ってくると思うから、どうだろうな、これ。いや、闇闇少なくともないんだったら勝ちなんだけど、これ。どうしよう。いや、全部デメリットあるんだよね。全部デメリットある、これ。その、島干しで、戻しちゃうと、山切れって負けちゃうじゃん。いや、ボスないから、リザードン2回取られて逃げられたら足りないんだよね、これ一応。あ、まし、こいつがあるからいけるか。まあ、でも戻さんでいいかな。まあ、手帳だけ戻そうかな。うん。手帳だけ戻そう。まあ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 、そんなもんよね。まあ、もしくはここが闇闇だったかもな。もしかしたらな。まあ、なことはねえと思うけど、さすがに。聞きませんねえ。聞きませんねえ。何かしましたか？え、なんかした？マジで。マジでわからん。なんかしたんすか？本当に聞きたい。ちなみにこれ負ける可能性は大いにあるんですが。エレキも使えないもんね、これね。これ次、島星一裏で負けよ。マジで。キモくない？結構キモいよな。あ、もう戻さんでいいな、これ別に。まあ、2分の1じゃない。また4分の1で負ける可能性はある。さすがに手帳戻せたら、島星じゃなくて、エルダン戻せるから勝ちなんだけど、ちょっと山が薄いっすね。いやー、島星運ゲーか、これ。また島星運ゲーか。やだなこれはもうどうしようもないもんな。裏だったら負け。二裏だったら負け。いや、もうちょっと山多く、行けた気が、てかさ、島星ら出すぎやねん。マジで。あの気あるんかい。いやー、島星しかない。表が出れば勝ち、マジで。75% 勝ってる。回答ないはずだから。75% 勝って、まあ、一応使っとくか。使いたいから。75% 勝ってんだけど、ワンチャン負けるんだよな。ここダメージ食らって、こことここだと間に合ってないもんね、こっちね。あと一旦足りんか。あと1枚山多く、これ過ごせてたら勝ってたやん。確定で。いや、まあ、新しいポケモン出すかな。ちょ、待って、どうしよう。島星。村だったら負ける。マジで。キモすぎ。オッケー！危ねえ。勝ちましたと。だからさっきの島星で、裏が出て、じゃあ表が出て、シューズ回収はダメなんだよ。山なくなるから、マジで。ダメなんすよ。わかるか？ロットあってもこっちあと、めっちゃ山増やせるんで、勝ちですと。危ねえ。羊。逆にね！残念だったな。てめえの負けだ。
出直してこい。いや、ピジョットはね、わからんでもないけど、まあ、理論上はいらないから、そこも理論上いらないじゃん。だったら抜くよね、みたいな話はある。回答ねえなら諦めろ。もうこれ勝ちや。もう勝ちだよ。技押し忘れあるな。技押し忘れあるな。助かる、助かる。お疲れ様んさたばさ。次の次勝ちやな。オッケー。もう先に押します。先行入力。大事なんで。あれか、これ V スターパー使う可能性あるのか。怖っ。オッケー、これは勝ちやな。いや、これ、強いな。ランクマッチでこんだけ勝てるってことは、メタをちゃんと読んでる大会はもっと強いもんだって。そう。まあ、相手のプレイが上手いのはある、もちろんあるけど、それよりも、メリットはでかい。それはしないんですか？俺が？俺がすることはないが。オッケー、あ、どうしよう。あ、なんかまだ、まだやる？オッケー。完璧です。完璧でござ、候。二大丼戦。あ、ちょっとやりたいな。まあ、ちょっとやりたいけど、まあ、やることは、まあ、氷一歩でしかないよ、多分。